いや、私は今ショックを受けてることがありましてですね、皆さん、なんと無料の朝食がついてたみたいで、本当は私このなんか全然ホテルのこの何ですか、いろんなやつ見てなくって、今見たら朝食ついててもう終わってるわ完全に。あー、悲しい。しかも無料だったの、行けばよかった。ちゃんと起きて、起きてなかったです。おはよう、中村舞です。おはよう、起きましたよ私も。長袖にしました、ロンティー、ロンティー寝てました。おはよう、お花ハート待ってたよ、ファイト、結婚してありがとう。まだ眠いか、微妙、寝ようと思えば寝れるけど、全然そんなめっちゃ眠いとかじゃない。なんか間に合うの今日？間に合うよ今日は。ありがとう、間に合わない。あのさ、あれなんよ、遅いんよねライブ自体が、5時ぐらいかな。2回あるんですけど、30分のライブが2回あるんですけど、5時から1回目が、だからちょっと遅めなんですね。なんか寒そうだな。2回目はもう夜です。なんかいろいろあるみたい、他にもお祭りだからさ、あるみたい。なんか花火もあるらしいし、花ありがとう。そう、餅まきとか抽選会とかいろいろあるらしい。ああ、花火見れそうか。なんか夜の2回目のライブが終わるとともにぐらいにもう花火らしいよ。なんかあの聞くところによると、なんか花火はもうライブが終わってぐらい、すぐぐらいらしい。餅巻くの？え、私？ま、巻かないんじゃない？わかんない。え、拾っていいの？私。みんな側で拾っていいの？お餅。拾いに行こうかな。ちょっと待って、口がカッサカサだ。本当に何回も何回もスヌーズ
で、うだうだした。なかなか起きれんくて、コンタクトはまだつけてない。けえ、目が見えんのよね。1回目と2回目の瀬戸際違うか。ちょっとなるべく変えたいなと努力はしたんですけど、大幅に全曲違うかとかそういう感じではないので、そこまで、はい全部変わるとかはないですね。今回はなんか新しいこうメンツって言いますか、何ですか、愛媛の3人と、あとは新しく加入してくれた四国あの3期生の3人で、なんか初めてその6人でフェスに出るのでちょっとドキドキです。髪型は変わりますか。いや変えらんないかも。ちょっと時間的にどうか分かんないけど、ありがとう。衣装は一緒じゃないはず、あの昨日とは。でもさ、半袖だったの見た感じ絶対寒いよね。え、そんなことないかな外のステージで夜ってなるとちょっと寒そうだよね。まあ踊ってたら気になんないか。うん、ありがとうね、ちょっと寒そう。みんな来られる方はあったかくなんか羽織るものを持ってきてください。うん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 、ありがとう。南だからあったかいと思って。え、南、南、そんなことないと思いますあったかい。え、半袖で着て、あ、半袖オンリー。だいぶ遠いと思うよ、場所。半袖で良さそう。嘘だー。夜になったら寒く、いや、どうしよう、それでムシムシしてたらまあ日によるよね。プーマのどの辺？し、嘘嘘、尻尾じゃない、間違えた。足？尻尾は岬だから。足首、足。でも私愛南町自力で行ったことないからわかんない。てか愛媛をさ、なんか愛媛って基本結構車があった方が便利なところなので、なんかすごい車でいっぱい、もう送り迎えをいっぱいしてもらってたので、そう、なんか
公共交通機関も結構数が少ないのと、あとは時間が割と早めに終わるので、ありがとう。あー、喉に ええ虫がいます。めっちゃ天気いいやん。愛媛は夕方雨がパラつくらしいよ。だって聞いてない、聞いてない聞いてないよ。そうなの。花火、花火ってさ雨でも上がるのかな。サメだったら上がる？中止になる？私たちのステージはびしょびしょで、ね、ちなみに雨が降ったらペンライトどうするんですか？雨よけカバーとかあるんですか、ペンライト用の。それともペンライトしまいますか。ペンライトって防水じゃないよね、あれ。しまう、じゃあうちわもしまいますか。だってうちわだってさ濡れたらさもうふにゃふにゃになっちゃうかもしれない。サランラップ、ラップ巻くんだよって。そうなの。あ、でも気にせず振る。うちは絶対しまう。そしたらさもう何もなくなる持ち物。うちはカバーあるね。なんかつけてる人いるね。あのなんか透明の結構頑丈そうなやつ。持ち物なし？ねえ、ちょっと。で、ペンライトもしまったらもう光がどんどんなくなって暗い。真っ暗。ペンラは雨ですぐダメになるから。ああ、そうなの。あれだね、防水ペンライトとかできたらいいね。どなたか開発をよろしくお願いします。防水ペンラ、傘させないからカッパ。みんなカッパとか持ってくの。STU の公式から出して。わあ、需要あるのそれ。なんかさ、STU あんまり雨が降ってる中でライブしたイメージないんだけど、あんまない。なんかもう過去振り返ったらあると思うんだけど、あんまないイメージあるよ。
SDU ペンライト。あ、カラスが鳴いてるよ。カー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 。涙で濡らすペンライト、それは必要だ。防水にしなきゃ。岩壁ライブ、雨降ってたっけ、なんか雨上がりはあった気がする。めっちゃ床がツルツルしてたの。もう本当に足元めっちゃ危なくって。そう、雨降ったらね、滑るんよね。ありがとうございます。野外ライブいいな。あのいい気温の日の野外ライブがいい。あの夏と冬は中止、春か秋で。あ、でも春とかも花粉がすごいもんね。うん、涼しめがいい。夏は体調不良者が出てくるって。秋がいいよね。冬はねやばかったよ。岩壁ライブもやってたし、なんかドライブインライブってのやってたんだけど、みんなが車から見て私たちは外のステージで踊るってやつ。もう本当に今までにないぐらい寒すぎて、もうマイクを持つ手がもう感覚なくって、もう寒すぎて、なんか本当にあれ、私今持ててるみたいな、マイク持ててるみたいな。ありました。ありましたよ、そんなことも。ライブインライブもないんじゃない？だってさ、みんながドライブの中にいる、車の中にいるさ、いてさ、車の中よりもさ、車の中痛い？わかんない。でもコールとかできないよ。あ、車でコールはできるけど。なさそうだけど。でも確かに座れるし、あれだよね、快適だよね。いや、なんかさ、あのなんだっけ、光をさ、パカ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 、違うね。あのパシャパシャパシャ、なんて言うんですか、光を点滅させるやつ、あれで拍手とか再現してくれてた。パッシング、多分メンバー全員やったと思うよ、その時におったメンバー。愛してるのサイン、
愛してる以上だったわ。愛してる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 。ポポポポポポポ。ブレーキランプか。でもブレーキランプってさ、ブレーキを踏んだ時に光るランプだよね。あれってさ、じゃあブレーキ5回踏んだってこと？意味のないところで、意味のないところとか言ったらダメだね。あの特に何もブレーキするわけでもないところで、あのいい悪い意味じゃなくてね。じゃあさ5回ぐらいさ、うっうっってなったってこと？ブレーキで。そんな強くは踏んでない。そうガクンガクンしたのかっていう疑問。相手乗ってない、それは分かる。相手が乗ってないのは分かる。違う、あの運転する本人が軽くでつくよ。あ、そうなんや。ううとなった。あの運転してる本人はね、いや分かんない、その車に乗ったことがないからさ、あの運転したことがないからちょっと分かんないんだけど、イメージ。マイキューはされないか。違う解釈するかもしれません。さようなら、さようならか。ありがとうかもしれん。ね、ゴムジ。腹減った。腹減った、飯食いに行くか。最終号。いい意味で解釈されてたらいい。確かに、なんかこの野郎とかだったらやだね。なんだと。次会うときは多分喧嘩越しで会います。ネガティブの言葉、いやネガティブっていうか煽り。煽りじゃない。よいしょ。
終わりなさい。嫌すぎる。やだね。やだね。いろんな意味がある？え、あのさ、そういうのってさ、自動車学校で教えてくれるの？あの、高齢したらこういう意味ですよみたいなのって教えてくれるの？教えない？あ、秘密なんだ。あの、先生が教えてくれるのかと思った。教えない？教習所、教習所でさ、まあ、私、愛してるのサインは多分教えてくれないと思いますけど、これしたら愛してるなんですよとかは言わないと思うけど、なんかさ、あの、なんかいろんななんか意味とか教えてくれないのかな。決まりじゃないから。あ、そうなんだ。ハザードランプ？分からん、もうなんかランプが出てきすぎて、もうどこのランプやら。そう、なんかお礼とか、あのお礼でさ、よってやるよね。よ、クラクション鳴らす？でもちょっとクラクションはなんか緊張して鳴らせないですね。教習所ではむやみにクラクションを鳴らしてはいけないと言われるよ。あ、そうなの？でもそうだよね。いっぱいね。鳴らしたらうるさいもんね。お父さん鳴らしてた？いや、お父さんあんま見たことないな、鳴らしてるの。お母さんも。クラクション鳴らされたら車から降りて何って聞きに行くタイプです。怖い。そんな喧嘩始まっちゃうんだけど、怖いって。そしたら私もあの降りずに何って言います。何ですか？あの、私は降りません。降りずに窓もうこんだけしか開けずに何って何ですか。窓もちょっとしか開けません。あの、車内で何って言います。窓ドン？窓ドンされ、キュンキュンしない窓ドンだ。鍵も絶対かけて、あ、大事だよね。
ハンドル握ると性格が変わるか、ちょっと握ってみたいですね。性格が変わるのか、もう逆に怯えそう。ハンドル握ったら怖い怖い、ここどうなのかな、取れるのかな、取れないのかな、どうしようかな、やっぱ曲がるのやめた。うーってなりそうです。待ってたよ、ありがとう。私の前は走るんじゃねえってなるか。そんなことないですよ。安全運転。今の時間、ちょっと待って、何時に終わらないといけないかというと、何分かに終わらないといけません。今日の朝の出だしは悪かったので、ご飯も食べることができず、寝すぎ？でも違うんですよ。ちゃんと見てたら多分起きていてたんですけど。いや、わかんない。眠さに紛れてたかも。何時に起きた？9時半とか。結構寝たよ。でも寝たのが2時ぐらい。2時過ぎてたぐらい。すごいいっぱい音聞こえる。ワンピース見てないですか？あ、ワンピースね、さっきやってた。見てないです。見てないです。テレビでやってた。ブルーロックも配信終わってテレビつけたらやってて、わざとチャンネル変えました、見ないように。うん、後で見たい、ちゃんと。なんか途中からとかはちょっとダメ。ちゃんと見ないと。そう、スマホで見るの。でもなんか、なんか今から見ようみたいなのないんですよね。基本、ながらで結構見るので私。なんか、ご飯とか食べてる時に集中して見たりするので。そう、最近はようやく推しの子の2期をご飯中に見てます。ちょこちょこ、本当にちょこちょこ。でもさ、私食べるの早いからさ、1話20分ぐらいなんだけど、1話内にその終わるからさ、ご飯が。だからさ、全部途中からちょこちょこ見てるから。ちょうどね、結構食べるの早いんだよね。
と噛んでるよ。マグ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 。忙しさの結果、いや違うよ。なんか何なんだろうって思ったんですけど、その自分が早くご飯食べてしまう原因は、なんか私あったかいのが好きなんですよ。ご飯めっちゃ熱々が好きなの。だからこの熱々が冷めないうちにとか思ってたら、めっちゃ早く食べちゃう。お弁当はどうだろう。お腹空いてたら早い。そう、常にグツグツしてるものとか大好きです。待って、今は39分。これね、結構正確で正確な時計なんで。引っ越しましたか。ここはホテルでございます。今日は愛南町祭り、配信はないのでちょっともう現地のみになるんですけど、はい、楽しんでまいります。ありがとうございます。またなんか送ります。メールとかなんか送ります。ありがとう。夜配信は無理ですか。長年多分、いや分かんないんだよね、ちょっとごめんね、分かんない。でもできたらするね。分かんない、ちょっと できそうになかったら言うわ。ちょっとできんかもって早めに言うわ。多分できると思うんだけどね。いや、この愛南町が結構遠くででしてね、はい結構ね、はい、ちょっと遠めなところにあるので、ちょっと時間がどうなるのかがちょっとあまり分かんないので、そう、ちょっと終わりが遅いんですよ。夜のライブが、2回目のライブが遅いので、ということで、マジお腹空いた。もうそろそろ終わりにしたいと思います。2公演というか30分のライブが2回です。楽しんでまいります。来られる方は気をつけて来てください。ということで壇上呼びます。虹色47 47かな、3、菊ちゃん3、スルメッコさん、マサトシさん、リョンキューさん、アッサンさん、福太郎さん、考えなしさん、ターキューさん、ドラガンさん、ヨシーさん、クマネパパさん、1位はドルル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 ル
ありがとう。遊覧配信から来ましたって、もう終わりますよありがとう。またね、またね。配信を見てくださった皆さんありがとうございました。ただいまの時刻43分です。皆さん今日は日曜日、楽しい日をお過ごしください。それでは私は行ってまいります。おはようおはようの人いる。行ってらっしゃい、行ってきます。それではまた、バイバーイ。3、2、1、0。